なるほど。同じことやるのに短時間で済ますと、うんうん、もしくは同じことやっても自分が死んで勝つみたいな状況を作るかっていう。おこれはゴール的な目線とスタート的な目線のそれぞれ2つがあるんですけど、はい、ゴール的な目線っていうのは要は志望校があるじゃないですか。はいはい。武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ、中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗してもうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、あの今まで教えてくれた先生方を信じて僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんかあの直前期だけどね、なんか悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。はい、先生、はい、今回質問ですか。今回の質問はですね、うん、春から高校3年生ですが、うんうん、今何を意識して勉強すればいいでしょうかという質問です、うん、なるほどね。まあこれはよくある質問ですね、結構ね。そうですね、うん、まず何かやればいいですかっていう、はい、うん、これはゴール的な目線とスタート的な目線のそれぞれ2つがあるんですけど、はい、ゴール的な目線っていうのは要は志望校があるじゃないですか、はいはい、でこれはまあ当然入試までに志望校のレベルまで終わればいいんだけど、うん、それを見た時にじゃあいつまでにどのレベルまでやるか、例えば早慶志望だったらマーチレベルまでいつまでに終わらせるの、はい、日大レベルいつまでに終わらせるのみたいなアバウトなこう目線がいると思う、全体像というか、そう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 、はい、だ例えばじゃあ今から勉強始めるとしたら英語は5月の終わりまでに日大レベル終わらせて、夏の終わりまでにマーチレベル終わらせて、で早慶レベルまでその入試までにちゃんと全部終わらせようみたいな、なんだか考えるみたいな、大体のスケジュール感っていうのを科目ごとまず考えてるんですよ。大事ですね、うんうん、でそれに向けて、まあ、実際今から勉強やっていくわけじゃないですか、はい、でその時にスタート的な部分で意識しなきゃいけないっていうのは勉強の質と習慣をちゃんと作ることなんですよ。中身のところ、そう、要は一冊の参考書を1日あたりの勉強をちゃんと完璧にして、1週間で完璧にして、それを毎日ちゃんと続けるようにするっていう習慣がやっぱりすごい大事だと思うんですね。すごいですよね、うん、この動画見てる人たちの多くもやっぱその、はい、今の自分の実力から考えたら高いところを目指してる人がやっぱ多いと思うんですよ。かなり成績上げていかないとみたいな、ってなるとこうスピードを上げる要素って何かって言ったら、はい、他の人よりも同じ時間でより質高くやったりペースが速くできなきゃいけないじゃないですか。なるほど。同じことやるのに短時間で済ますと、うんうん、もしくは同じことやっても自分が質で勝つみたいな状況を作る。おお、うん、そうですね、そう、その内容が今の時点の勉強からやっぱできてないと、やっぱなんていうかこう質とかその習慣ってだんだん自分に甘くなってくる側面っていうのが絶対あると思う、まあ、ありますね、だれてきますよね、続けてると。うん、そう、だからそうならないために今の時点からこう当たり前にしとくことがすごい大事だと思う。なるほど。100点取って当たり前、普段の宿題を完璧にこなしていくのが当たり前っていう、それがなんか1日だけ頑張ったとかね、一瞬だけやったみたいなことで止まっちゃったりとか、計画をすぐにまたコロコロ変えちゃって、いつまで経ってもやることが決まらなかったりみたいになっちゃうのがダメなんで、やっぱその勉強体制を確立させるっていうのはすごい大事だと思うんですよね。なるほど、毎日勉強すると質の部分にこだわると。そう、だから勉強が当たり前になっていくことがすごい大事だし、その質がちゃんと維持されていることが大事だと思うんで、まあ、結構大変ですよね、最初勉強を今までしてなかった子だったりすると。そうだから、ね、武田塾に通っている生徒の多くもやっぱその自分だけじゃなかなかその習慣がつけられなかったり、質の部分が不安だから通っている子が多いわけで、だからね、独学だったり予備校だったり武田塾に通ったりいろいろやり方あると思うんだけど、どれでも大事なのはやっぱその自分が勉強して身につけて成績が上がっていくっていう流れを作れるかどうかがやっぱ大事だと思うんで、それをやっぱり今のうちからちゃんとやっておいてほしいですね。はい、はい、なので、まあ、何から始めるかっていうのも大事なんですけれども、勉強の習慣をつけるところがすごく重要だということですね。はい、はいはい、で今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。